25日のところは、唯一の障害は考え事をする心であって、家にいようが森にいようが克服されなければいけません。まあこれも中村さんにとってのヒントになる ね。今の現状の家庭にいようが、あるいは別荘が入手できたとして、森を別荘に置き換えてごらんなさい。別荘にいようが克服されなければいけないのは考え事をする心なんだよって、こういうことです。だから問題ははっきりしてきたわけですね、中村さんにとってね。森にいて心を克服できるのなら、家ではなぜできないのですかと、まだ迷わせられるでしょあれこれ迷うね、マハルシの回答読んでるとね。そうであるなら、なぜ環境を変えるのですか。環境がどうあれ、心を克服する努力はこの今でもできることです。で、分かってはいるんですができないんですって、そういうことでしたね、中村さんのこの前までの答えはね。で、もう一度確認したいんですよ、皆さんも。唯一の障害ね、人生における唯一の障害は考え事をする心である、自分の心ですから。自分の人生における唯一の障害は考え事をする自分の心であるって、はっきり確認取らないといけないんですね。その他にはね、問題の所在はないんですよ。自分の人生においておける唯一の障害は考え事をする自分の心であって、それ以外にはないのだと私は納得しなければいけないっていうことです。皆さんまだ納得してないんだろうと思うんですよね。英語のね、 The one ってあるのは The only one obstacle っていう意味です。定冠詞プラス one は only 唯一のっていう意味がありますので、 The one で The only、 あるいは The unique obstacle っていう意味です。ここはね、唯一のって僕訳しておいたのはそういう理由によるんです。定冠詞の the プラス one は唯一のっていう意味があるっていうことですね。参考の方ですね。歩いたり止まったりするのや、話したり黙ったりするのと同様に、心の考え事をするのもやめるのも今しかありません。考えるのも今だし、手放すのも今なんですね。明日手放そうっていうようなことはないんです。今しかありません。家にいて森を考えれば今ほか、ね、家にいて別荘を考えれば今ほかですし、森、別荘にいて家、家庭を考えても今ほかですということですね。人間はこの今ほかが好きなんですね。今を置いて心を変える瞬間がないなら、今すべきでしょう。何をすべきかって言ったら、上の唯一の障害は考え事をする心だから、 No thinking を今実行すべきだっていうことです。まあこのように言葉は通じないんですがね今すべきだって言ったので僕今ノーシンキングをしてたんですが、皆さん書き物してるでしょ、言葉が通じないんで、うん、I am にティンキングを続けるのかピリオドを打つのかの選択は今という一瞬にしかないのです。これはね、英語で見るとどっちも I am だしね、この I am 何々って頭でね、作るのかファブリケイトするのかね、ファブリケーション作り事をするのか、I am ピリオドにするのか、
あ、今しかない、ここね。Now、今しかない。Here now って言うでしょ。Now、Here now。ここで今しかない。I am 何々をね、I am ピリオドにするのは今しかないってことです。この一瞬しかないってことですね。いつかしようっていうのはね、アーサナは明日やろうとか、そういう考えは持ってるけども、No thinking っていうのはね、明日 No thinking をやろうって今 thinking してるわけですから、そんなことありえないですよ。だからマハリシュっていう唯一の障害は考え事をする心であって、で、それを解決するのは今 No thinking。しかないっていうことなんですよ。ピリオドを打つのかの選択は今という一瞬にしかないのですっていうことです。なんかここにか、ここはおそらく短いので難しいんじゃないかとは思いますけれどもね。なんか聞きたいことあれば。今思考停止すればあらゆるこの心の障害ね、は解決されるっていうことですよ。今解決されるっていうことですよ。なんかありますか、岩井さん。悩みあって、悩みについて今考えるのやめればなくなるんですよ。放り投げれば。他の方でも、なんか悩みあったら今解決するんですよ。今。ここで。それで、ダルマ禅師にね、エカっていう人が弟子入り申し出たときに、私の心を安心させてください、安心に至らしめてくださいって言ったでしょ。この前聖典独自瞑想、マハンジョのところで書いてたけれども。で、ダルマが、その悩みとやらを持っている心を出してくれって言ったわけですね。そしたらわしが安心させてあげようって言ったら、エカが心ってなんだろうって考えて一生懸命ダルマ禅師の前に示そうと思ったけども、探してみたらなかったっていう矢の話ね。岩波の仏教辞典にも出てるって書いておきましたが、その辺に岩波の仏教辞典置いてあります。僕持ってるのは古い版で、今出てるのはちょっと新しいですね。だから悩み今持ってるんだっていうのを出してくれっていう代わりに、自分でね、皆さん自分に言ったらいいんです。今 No thinking 実行する、たら悩みはないんですよ、うん、No thinking はね、あらゆる問題トラブルをこういうので消してしまう、やめてね。ここに悩みっていうのがあったとするでしょ。悩み、心という白地に悩みっていうのがあったとするでしょ。と、No thinking っていうのはこの消すやつみたいなので、こう消せるっていうことです。今、後からじゃなく今消せる。ですから、ダルマ禅師が面壁9年とか、まあ言ってましたでしょ。壁に向かって座禅9年してたってね。何をしてたのかって言ったら、Now no thinking, now no thinking ってやってたっていうことですよ。壁に向かってね、
星野富弘さんが面白いこと書いてたね。ダルマ禅師は9年間ね、面壁されていたそうだ。私は30年も仰向けになってるけども何にも悟れない、よほどアホなのかっていうようなこと書いてたでしょ。うん、それは天気の人だからですよ。面壁だろうがね、仰向けになって寝てようが、日向ぼっこしてようがね、 No thinking ならその一瞬に Enlightenment、 悟りなんですよ。特別ご質問なければここを終わりにします。